って言ってたんだよな。ずっといいと思いますしか聞こえなかった。こんな喋ったの滑舌悪いな。こんな喋ったのなんでだ。普段の仕事とか大丈夫そんなんで。大丈夫なわけないお前こんなんなんだからよ。ずっとよ、なんで逆切れなんだよ。かつみ、あの受付の仕事やってんだけどさ。受付の仕事、そう、取引先が電話かかってきて、はい、お世話になっておりますって言ったらはって言われたんだよ。なんて言ったと思われたの。なんでだよ、ほぼ喧嘩じゃねえか。全然伝わんねえな、日常でもよ。ずっとよ、いいんだよかすみのことばっかり言いやがって。どこ行くんだ。お前はどうなんだよ仕事って。俺は滑舌いいし、別に上司と仲良くやってるよ。ーゲーム会社で働いてるけど、ね、あだ名で呼んだりしてるから、ね、あだ名はめちゃめちゃ仲いいの。いいじゃねえかよ。ここにヒゲ生えてる上司、こうマリオさんって呼んだよ、ね、あーゲーム会社っぽいね。いいじゃん。あと高橋さんって人いるんだけど、高橋名人って呼んだよね。中毒連打がめちゃめちゃいいじゃねえかよ。おいかすみにもそういうあだ名つけてほしい。ゲーム関連のめっちゃいいじゃんそれ。バグ、おいバグじゃねえかお前。バグってねえだろ。何言ってんの。違うだろ。そういうゲームの主人公みたいな、そういうかっこいい名前をつけてほしいって言ってんのよ。ずっとバグってるじゃねえかな。おい大丈夫か。完成したものを全員に届けねえんだろ。かすみはよ、そもそもコンビ名のナランチャ、これ言えてなかったから。言えてんだろ。ナランチャ、えナランチャ、ナランチャっつってる。ナランチャラが行方不明になってんだよ。行方不明だよ。完成してから全員届けねえって言ってんだろお前よ。じゃあララランドは。ララランド、レレレのおじさんは。レレのおじさん、サンリオピューロランドは。サンリオピューロランド全滅じゃねえかよな。なんでだ。ラギを全滅してんだよ。全部言えてるしてんだろ。なんでカスミバカセミやがって。お前アイス食いてえな。アイス食いてえなっつったろ。おい伝わんねえからって何言ってもいいわけじゃないぞ。なんでそういうとこで火を食うんだよお前よ。ずっとよ、ラギをちゃんと入れた方がいいから練習しよう。できんならしてよ。ラギがいっぱい入ってる言葉、あの木村カエラの曲名のリルラリルハ、これでいこう。いやいや、リルラリルハね。いやいや、リルラリルハだって。いやいや、リルラリルハだって。いやいや、リルラリルハだって。平成終わるお前こんなんよ。平成終わる、平成が終わるまで進もういかてめえ。日が暮れるとかじゃなくてずっとよ。平成終わんの。言語変わるコーナー入れてるようになってるかもしんねえな。もういいよ。どうした。